はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで前回はもう追走編だけしか今やれない状況になってます。少し増えてるね。全体の探索率が 20% まで来てるんで、もうちょっとするとまたバトルができるんですが、今はちょっとできなさそうなので追走編を主にプレイしております。前回三浦くんと網口くんだったんで、今回はまた重郎に戻ります。ただこの救命編も作業できそうですね。この辺は見る必要はないよね。もうね、多分このミステリーなんちゃら、この辺を少し見てみますか。三浦くんと網口くんに関係するものだけ見るか。例えばこの比べたもん開封、西暦2188年の世界では森村千尋の恩師、人工知能の権威。なるほど、ナノマシン治療により実年齢よりも若く見える。そうなってくるとやっぱり玉尾さん、三浦くんの方ではね、こっちも見た方がいいよね。妹の千尋と生活している。玉尾はゴートからおかしな夢を見たことを突然思い出す薬をたびたびもらっており、それを飲んでいた。でもこれがこれになるんだからね、これがこれになるんだからね。西暦で言うとこれ何年経ってんの。53年、43年と100年ですか。なんか合わないですよねそっか、120歳って書いてあるもんな。じゃあこの1985年の玉尾さん、あ、まだハテナだ、まだ見てないのか。現在は島根の親戚の家に旅行に出かけている。これも旅行じゃねえんだな。じゃあな、じゃあ三浦くんつながりで千尋ちゃんも開封。あら、かわいい。千尋は三浦の妹、三浦のことを兄ちゃんと呼び慕っている。ここまで分かってるんですよ。でこれがまあ保健の先生の森村先生、まあ、これがこうなってるわけですよね。これがこうなってるわけですよ。で似た女性、これがライダースーツカモン何言ってんでしょうね。網口の夢に出る森村先生に似た女性、これがこうなるんですよ。これがもっと言うならこれがこれになるわけですよ。いやーすごい何が。でさらに卵ドロイド、これがもうパソコンの中だったんだよね。まだなあのパソコンの中にいた状態でしたけど、どうなるんでしょうかね。あと中身見れるのあるかな。この辺はあれだな、夏のちゃんにした方がいいかな。物質もね、研究所、これが追加されたんだね。商店街の事件ってのがよくわかんないからちょっとスルーして、怪獣の進行、悪夢、あ、これは重郎見終わった後見るか。バンカラは肘山かな。ここら辺も夏のちゃんと重郎がいいか。あ、黒服の財布は三浦くん、三浦くんだね。で見ちゃおう。あら、高級な財布、カードの類はなく1万円札が2枚、もうお金まで4皿分のカツカレー、4人いるってこと。数字のメモ、死亡した女性森村先生のポケットに折りたたまれて入っていた紙、443685-3214と書かれた数字が並ぶ。なんか重要なのかな。シャブート、関ヶ原が目覚めた場所の近くに落ちていた封筒、中には書類とメモ書きが入っていた。書類には森村千尋31歳、四季島の兵器開発に関与、重要人物と書かれている。メモには確保できぬ場合は射殺せよと書いてある。なんと比べ系の間取り、ちょっと変わってんのかな。あら、間取りが、あ、池なんてあるんだ、結構立派な。延べ床面積が160平米を超える古く大きな家、もともとは平屋だったが改築して2階建てになっている。比べは2階の奥の部屋、薬師寺は1階の東側の真ん中の部屋、あ、三浦は客間を使っている。そこまで。あ、じゃあこの間取りはあれなんだ、再現した間取りなんだ、2188年に。で三浦くんが見たね、日本の教科書ね。
石器時代から1980年までの日本の歴史がまとめられている。三浦くんにとってはたまらない書物になったわけですよ。でまあここら辺がミステリーファイル開けるところかな。まあ他も開いていいんだけど、一応あまりそのキャラクターの時に開こうかな。あ、これで 14% になりましたね。まああまり上がらなかったわ。じゃ追走編で、今日はしょうがないんで重労、重労が 33% でしょ。なのでもし誰も開かないんだったらまた三浦君になるかもしれない。今日は申し訳ないけどね。じゃあ重労いくぞ。あ、やっぱ重労のあの網だくじ見ればよかった。見れる？ちょっと一旦探索置いちゃおうか。これ見たかった。これ放課後の教室で、これで悪夢に行っちゃったんだよね。だから上行こうか。今度学生食堂行こうよ。でここで南が家に来た階層を見なければいいんだよね。やっぱりちょっと上から順番に行きたいからね。じゃあ学生食堂に行きましょう。あ、でもまた新しいのが。大変だ重郎。なんだ。網口くんがいないんでしょ。うん、校庭の休憩所にいると思うよ。さすが話が早いぜ。そんじゃ準備していくぞ。うさみちゃん。おっと、そういや。帰りにクレープ食べて帰らない？まだ途中だった。行きたいんだけど、またちょっと野暮用があってさ。野暮用。残念。どれが増えたんだ。恐ろしい夢か。僕が学生たちを殺して回ってた。殺した人の中に冬坂さんや薬師寺が。そうだね、これ消えたね。南、三浦君、薬師寺だけでも問題なのに。あ、増えてる増えてる。僕の夢の一人暮らしはめちゃくちゃだ。ごめん、用事が。いおりちゃんもか。みわちゃん、ごめんね。これがいつなんだろうね。しょうがない、一人で帰るよ。網口くん、影から一目覗いてくか。乙女というか、ちょっと怖いよ。網口くんなら、外の自販機のとこにいたよ。ほら、ヒント、ヒント。校庭の休憩所？そうそう。そろそろ行かないと。食堂に行かなきゃいけないんだよね。校庭の休憩所がついちゃうんだよね。みおちゃん、またね。またね。うん、食堂に行きたいんだ。食堂に。ポテト、プリント、帰ろうかな。森村先生、また忘れてる。稲葉みゆきのカセット買ったんだけど、うちラジカセないんだよな。なんで買ったんだよ。本当だよ、なんで買ったんだよ。毎回言ってるわ。1900、遥か、これは同じだよね。今も熱狂現場。1900、網口、これは全部見てる。寝て、この前見たアンドロイ、寝てばかりいるし。でも彼女は。あと何だろう。校庭の隅、ジュース。これで終わりか。で、あ、今の話聞いちゃダメなのかな。廊下へってのがあるね。置いていく。ごめんね、しばく置いてっちゃう。重郎、夕ご飯食べるでしょ。ここで読んでる、ね、学校でそういう話はやめてよ。恥ずかしそう。しばくんがいるのに。しばくんがいるから
皇帝の気ゆっくりして。ごめん芝君、プリントを持っていかない。なんだよ、しょうがねえな。俺は網口。よし、これで負けたぞ。待て、今晩好物でしょ。ハンバーグ、ハンバーグ。やめろよ。一緒に暮らしてるのが学校にバレたら退学だぞ。私は別に構わないけどな。何言ってんだよ。構わない、困るよ。ごめんなさい、秘密だもんね。気をつける。待て、早く待ってるから、早く待ってるから。顔赤くなってる重郎が可愛い。参ったな、帰ったって落ち着きはしないよ。思春期の男女が一つ屋根の下だなんて、薬師寺は何を考えているんだ。突然現れた時からおかしな子だもんな。おっと、ちょっと待って、こっち？こっちじゃないんだよ。あ、やべえ、話変わっちゃった。あ、話変わっちゃった。というわけでこっちに行きたいって言ったんですが、話が変わってしまいました。廊下で薬師寺と話したので、ここに行くしかなくなってしまいました。申し訳ない。狙いとだいぶ変わっちゃいましたけど、じゃあそれで行こう。まあ、適当にやろう、適当に。薬師寺は何？あの、ウィキ見ても面白い。あの、ネタバレになっちゃうだろうからね、読まないようにしてるんですよね。まあ、だから、どこ行ったらいいかは全くわからないんですけど、こうやって出てきちゃったなら、そっち行くしかないやね。これで行きましょう。じゃ家に薬師寺が現れた時の話か。おかしい。玄関の鍵、開いてた。玄関の鍵を知っているか持っているとか。入ってないよな。あれ、君は同じ学年の。いきなり40年越しね。またこうして触れ合えた。40年越し。ちょっと待って、なんで君がうちに。今日からお部屋を借りる薬師寺めぐみです。よろしくね。冗談だよね。家主の倉部珠緒さんから賃貸契約書も預かってます。あら、ばあちゃんが準備万端。引っ越し荷物も運び終わりました。確かに余った部屋に曲がり人を入れるって聞いてたけど、まさか同じ学校の女の子だなんて。何考えてるんだばあちゃん。いやいや、やっぱりダメだよ。ばあちゃんは今月ずっと島根の親戚の家に行ってて、家には君と僕の二人だけだ。こんなの学校にバレたら退学になるよ。それでも私は構わないけどな。え？さて、お夕飯の準備しなきゃ。これからお世話になるお礼にごちそうを作るから期待して。やっぱり困るよ。ということでした。40年越しね。なぜ森村先生が。先生どうしたの、考え込んで。プリントの束また忘れたでしょう。あら、あ、ごめんなさい。助かったわ。ありがとう、倉部君。保健室まで行かなくて済んだ。芝君、網口君を見つけたかな。ああ、これで終わってしまった。いや、森村先生にこれで終わらせちゃダメだったのに。彼女は僕への距離が近すぎる。いきなり抱きついてきたんだね。それは変に意識しちゃって。十郎くんもたまらんわね。どうたまらんのかはまあ別として、ここにまだ何かあるかな。短い、何かお話ししよう。さしてくれなーい。何かお話ししよう。
お話してくれない、ちょっと一旦カット。じゃあしょうがない、正門前に行くか。お、あ、これはあの尻尾と契約するところの階段ですか。いた。それでどうするの。薬師森村に許可はもらってるわ。なるほど、 なるほど。そうだとしても非常に良くない。重郎の状態にも問題がある。このままにはしておけない。重郎をまだ利用する気なのね。全部聞いてる。そんなの許さない。お願い、もう重郎を騎兵に乗せないで。騎兵、これは夢じゃないぞ。重郎君、今戦えるのは彼だけだ。約束はできない。君が彼に対し特別な感情を持っているのはわかる。だがもう泉じゃない。泉、彼は比べ重郎で、今は別の人間なんだよ。新しい人格は不安定だ。君に危険が及ぶ可能性も。重郎はきっと治る。治る、戻してみせる。比べ重郎を消去したとしても、それは無理だ。説明したはずだが、泉の記憶は完全に残っていない。困った人だ。君のために言っているんだ。放っておいて。ダメだ。動けない、動けない。敷島の施設に戻るんだ。敷島、戻らないと言ったら、困った人だ。君のために言っているんだ。放っておいて。ダメだ。敷島の施設に戻るんだ。お、ループし始めました。戻らないと言ったら、そう、困った人だ。君のために言っているんだ。ループし始めましたね。じゃあ泉に行きましょう。泉、確か東雲先輩も僕をそう呼んでいた。そういえば保健室で泉重郎の書類を見たな。困った。あ、全部思い出すんだね、今までの。君のこれは現れた方がいいパターンですね。放っておいて。ダメだ。比べ、重郎、聞いていたのか。顔が赤くなった。待て、ゴート。あ、やめてた。ガン虫。それはできないみたいです。今の話、何のこと。全部聞いちゃった。泉って誰だよ。今晩は重郎の好物を作るの。だから話そらした。外食せず帰ってきてね。逃げられた。僕が別の人間、泉十五、バカバカしい。だけど心当たりが。この気持ち。さあ、じゃあまず小学校の時の記憶を思い出そう。おっと、カタカナで泉十郎出てきました。今回は泉十郎エンドでしたね。なるほど、意外と思った通りの場所に行けない。ね、私が狙ってたのはここですよ。ここに行きたかったんですよ。だけどね、なんかいろんなことをやってたらね、こっちに行きましたね。じゃあ次は、あ、もう冬坂はアンロックできるけど40杯いってるんだ。ちょっとまた三浦君になっちゃうね。この間前回やったばっかりなんだけど、まあしょうがない。まだダメでしょ、どうせ。まだ 21%。 それじゃあまた三浦君いきましょう。三浦君、三浦君一方通行なんだよな。
昭和20年っていうのを思い出せばいいの？これでしょ多分。だからあの重郎の方がめんどくさいよね。あの狙っていけない。でもこの子はなんか一本道っぽいね。だからまあじゃあこの子行きましょう。三浦慶太郎。三浦くん。昭和60年5月某日晴天。これは毎回同じ。始まりはね毎回同じなんですね。夕日はここでも変わらないな。だから毎回凛花の子は空襲で亡くなった。この時代の子はもはやそんな死に方はすまい。毎回ちょっとねセリフが変わるからちょっと話は聞いといた方がいい。今日も変化なし。ほら毎回変わるんですよ。尾形に仕返ししたいけどな。図書館で米国歴史。これは多分同じかな。裁縫の苦労し歯切れ地。どうして。同じかな。敗戦を乗り越えこの時代行き過ぎな。あれ昭和20年って書いてあったけど、南夏野は前回新しくクラウドシンクされたんだからこれか。彼女は神社にいた夏野さんだ。まあ神社にいたのもおかしいけど。しまったが、なぜ彼女はここに。じゃあ夏野ちゃん追っかけよ。16の話では同じ学校に通う女学生だそうだが。よしじゃあ夏野ちゃん家行こうぜ。弟がいるそうだけど。弟も誰かじゃねえだろうな。進まなかった。どうしよう。あれもうないよね。実はここ階段下降りれる。降りれない。もう一回見る。どうにかして騎兵を取り返し昭和20年に戻らねば。あ、出た。昭和20年がクラウドシン。何と試しても騎兵を再起動できなかった。あ、もう動かないのか。ここが壊れてしまったのだろうか。故障なら騎兵を詳しく調べたいが、建物周辺の警備が厳しくなって今は近づけない。あ、じゃああそこに騎兵があるのはあの黒服も知ってんだじゃん。で黒服が今この子を追っかけてるわけだ。いやこれを見ればいいのかな。いても立ってもいられない。そうだ、峠の交渉は空襲を免れたはずだ。この時代にもまだ残っているのでは。あ、なるほど。あの交渉に行く。ああ、これで話変わりましたね。夏野さんもね、あの忍び込んだやつだ。交渉のあったあたり公園になってる。夏野さん。あら、ちょっとこの。どうした慶太郎。どうした慶太郎。彼女は迷路開発で魅力的な人だ。だが今はそんな場合じゃないだろう。いや、きっと三浦君、あなたが思っているのはこの時代に来てからもずっと君は足しか見ていない。南夏野の足しか見ていないだろう。三浦君大丈夫。日本史の教科書には、どうしよう。戦争の終結は昭和20年8月とあった。真実なら3ヶ月後に日本は負ける。そうか、その時から来たのか。え、夏野ちゃんの足目当てだろ三浦君。この野郎三浦君。あ、でも公園になっちゃってるって言ってんのかな。ほら滑り台とかになっちゃってる。なんだこれはみたいな感じ。あやめ公園。あやめ公園。ここが交渉のあったあやめ峠。ああ、公園になっちゃったんだ。そっか。千尋ちゃん。千尋じゃないか。うわ、後ろに。妹に何か用かな。誰だ。私はその子の兄だが。ゴートない。妹がどうかしたかい。あ、いや、家族によく似ていたので。千尋ちゃんじゃなかったのか。行きましょう。
そして妹に敬語。あ、走った。かわいい。あの子がいずれライダースーツを着るということを私は知っている。クラウドシンク、ライダースーツ、そんなのは出ないか。千尋、生きていれば40過ぎ。あ、そうなっちゃうのか。先祖代々の墓も無縁仏になっていて、うろうろどうなったのか皆目わからない。まあ、そうか。この世界のどこかに生き延びているのか。いや、でも森村先生は40になっても美人じゃないかな。千尋、兄ちゃんは必ず戻るぞ。いや、今妹に敬語だったからね。千尋ちゃんだね。あれ、何を見てたの。あれあれ、移動できない。ともかく夏野さんに話を聞こう。彼女は何かを知っている。そうだ、なっちゃんが知っている。足目当てじゃないだろうな、三浦くん。いかんぞ、けしからんぞ。幽谷。いや、もしかしてお前あれだろう、部室に行く気か。お前が行きたいんだろうって感じだけど。桜高等学校、母校の面影は全くないな。そうか、母校だったのか。まだ千尋ちゃん。先祖代々の墓。どう。猫いるだろう。猫いた。おいこら。おいこら。の後にこの猫が薬師寺を雇って三浦くんを撃つんだ。お前だな、犯人は。まあ何もねえだろうから入っちゃおう。渡り廊下、見覚えある。残ってるじゃないか。建て増しされてはいるが、見覚えのある校舎だ。旧校舎、ボロってみんな言ってたけど。ここに校舎ということは、あっちが芋畑のあった場所か。芋畑。敷地が広くなっているな。じゃ、芋畑を回収されちゃったんだね。校舎には入れないかな。入れるんじゃない？追いに行こうぜ。まあ最近の学校はうろうろ入れねえけど、1980年代だもんねこれね。誰もいないな。この校舎は使われていないのか。木造校舎のクラウドシンク。まあ新しかった校舎が床板はきしみ、柱は傷だらけ。40年の歳月か。そっか、君の時には新しい校舎だったんだね。お、びっくりした。お、肘山の面影。よし、ちょっと一旦カット。 10分過ぎちゃった。そうでも、高俊さんもこっちの世界に来てるかもしれないから会えるかもよ。思い出す。ここで高俊さんを待って、玉尾さんたちに見送られた。まるであれは夢だったかのような不思議な気分だ。いや、今は感傷に浸っている時ではないな。そうだそうだ。入れる？入れない。入れない。物質行かないの？おっと、薬師寺。三浦くん。めぐみさん、いただいたお弁当。猫が逃げてた。楓川の包みで食べました。肉団子入りのお弁当なんて豪勢で驚きました。豪勢。普通のミートボールよ。大げさね。こんなところで何してるの？もしかして誰か待ってるの？なっちゃん待ってます。なっちゃん。夏野さんを訪ねてきたのですが、めぐみさんはご存知ありませんか？南さんなら部活だと思う。やったー、部室を教えろ。陸上部の部室は。オッケー、来たー。三浦くん見てこようか。
いや、自分で大丈夫です。自分で行きます。そうだ、今晩の夕飯だけど、この間好評だったハンバーグにするつもり。あの大きな肉団子ですか？大きな肉団子、重郎も好物だし。ハンバーグだから、あんまり遅くならないで。なんと、将来いいお嫁さんになると思います。ハンバーグ、ハンバーグなる肉団子、あれほどうまいものを食べたことがない。いいか、贅沢は敵だ。食い物に惑わされている場合ではないぞ。贅沢は敵だぞ、三浦君。そんなんで祖国を守れるのか。そんなのでは孫も守れないけど、部室行こうぜ。やっぱ三浦君、見るものを見とこうよ。夏野さんは向こうだな。大丈夫、三浦君の時代はね、部屋をノックする必要ないから。まだみんななんで足を出している？みんなチラチラとこちらを伺ってる。夏野さんを見つけたはいいが、いささか気まずいな。だって足出してるから。もう三浦君、ちょっと君。わ、バレた。何でしょう？さっきからずっといるけど、何か用なの？南夏野さんを待っています。南？どういう関係？年いくつ？学帽かぶってるし、中学生？あ、厨房に見える。もう詮索しないでください、先輩。夏野さん、行こう。彼氏持ちなのみたいな。南が彼氏ね。南がか、ごめん、着替え時間かかった。いや、待ってくれ、着替え終わっちゃったじゃないか。皆さん運動する際、足を出したあの格好なんですね。なんと素晴らしい。それにしても突然学校まで来てどうしたの？なぜみんな足を出しているんですか、夏野さん。体操着ないか。体操着にクラウドシンクされてないのか。あんた残念だな。夏野さんは昭和20年で見たあなたがなぜここにいるのですか？え？自分がこの時代に来てしまった理由も知っているのではありませんか？お願いだ、知っているなら教えてください。それはその、なんというか、なんというか、 あ出てきた。ここじゃちょっと話せないよ。どこならいいんですか？元木造校舎なのか？私たちが使っていた木造校舎には誰もいませんでしたよ。旧校舎って入れるの？空いていました。じゃあそこで話すよ。行きましょう。いや、もう部活の先輩たちはもう疑ってるよ。旧校舎、人気のいないところに連れてったぞみたいな。先生呼びに行っちゃってるかもしれない。ここならいいかな。三浦君、秘密守れる？はい。じゃあ秘密、教えてあげる。驚かないでね。彼は BJ、 未来から来た宇宙人なの。イエーイって感じの手カチカチしてた今。 BJ かわいい。BJ は乗ってきたロボットを探してる。私はそのお手伝いをしてるの。ロボット？ロボット、騎兵といえばわかるでしょ。1945年にあった騎兵は BJ の仲間の宇宙人のものなの。ロボットはいくつかあって。彼女はなぜ騎兵のこと、それに宇宙人が作ったものだと。日本で極秘裏に作られた秘密兵器だぞ。あなたも体験したように時間の移動もできるすっごいロボットなの。いろいろ分かってしまってる。
騎兵を作ったのが誰だろうと関係ない。祖国を救うために必要なのだ。だがどうしたらいい。カイロの自動修復は終わったはずだが、なぜか再起動できない。あれだな、沖田くんがなんかパスワード変えたっぽいな。あなたが BJ と呼ぶこれですが、四季島の技術者から聞いた話では探査装置の一種です。その人たちが宇宙人のテクノロジーを軍事利用しようとしてるんだわ。しかし、いや、聞いたろ。装置なら喋る必要ないじゃない。ちょっと三浦くん、これは彼らの宇宙服なの。失礼になっちゃうでしょ。きっと服の中は頭脳だけなんだよ。近かったみたい。顔赤くなっちゃった。何のために騎兵を探している。狙いは何だ。答えろ。真実を知ること。真実。いいか、どこから来たか知りたいか。昭和20年だろう。いや違うんだ。君と記録したその証拠。私の記録。何を見せて。その記録とやらが本当にあるなら見せてみろ。動画で。教授、個人衛星に切り替えました。高宮教授。高宮、聞こえますか。これは三浦君。高宮教授。あら、繋がった。ヤンキーが。ありがとう三浦君。ヤンキーも美人だった。あれ、もしかしてユキちゃん。ユキちゃん。シャトルはどうでした。おかげで席が取れたわ。おそらくこれが最後のシャトルね。明日にはここも飲まれる。もうそこまで前線が。未来もやられてんだ。未来拡大は加速してる。夏野は無事に脱出できた。夏野。セクター4には5時間前に。そこにいるのね。三浦君と夏野の交際、私はまだ認めてないけどな。え？お母さん。お母さん。冗談よ。ゆきちゃんはお母さん。もう口を聞いてくれないのかと思った。そんなことは、南家のことであなたを苦しめたのは謝るわ。南家。私は別れたあの人によく思われてないから。私はお母さんと一緒がいい。離婚したのね。分かってる。私もよ、なっちゃん。ゆきちゃんが。お母さん。すみません高宮教授、そろそろシャトルの時間が。14時間後にセクター3で10区画の発着場で待機しています。頼みます。被害が広がってる。地上の壊滅は時間の問題か。どうなってんの。そして今三浦くんがえらく動揺しているのは夏野さんと交際している。その事実に今おそらく動揺している。未来なんてもうどうでもよくなっている。保持していた記録の一部だ。教えてくれ夏野さんまで。これはいつの記録なんだ。おかしいじゃない。なんで未来でユキちゃんが私のお母さんに。なるほど、みんな未来から来た。おっと、みおお 50% 超えた。我々はどこから来たか。なるほど、なんかすごい記憶になっちゃいましたね。あら、お母さん。とうとう高宮ゆきプレイ可能になりました。いい座り方だ。これはいい座り方だ。もう一回。あー、これは素敵な座り方をしています。高宮ゆき、まさかのお母さん。いや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 、これの、あ、だからあれなんだ、高宮ゆきのイベント赤眼鏡の女クリアしたらなっちゃん続けられるんだ。関係性があったわけだ。なるほど、お母さん。
どう見ても似ても似つかないけれども、で、じゃあ次回はあれだね、あの高宮ゆきが 0% なんで2回やろうかね。じゃあ次回は、ゆきちゃんを、2回分やろう。そうすれば他のと追いつくかもしれないからね。本当だ、三浦慶太郎。お前一人ちょっと50杯いっちゃったよ。いや、こういう感じになってますね。いや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 、なんでオレンジなんだろう。あ、千尋ちゃんか。なるほど。あ、そっか、網口もできないのか。あ、じゃあちょうどよかったね。危ない危ない。もう他のキャラが 100% になっちゃうのはあれだからさ。こうやってゆきちゃん出てきてくれたのはよかった。じゃあ次回はゆきちゃんにやりたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。いや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 、入り組んでますな、この13人。